こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、前回インテリアデザイナーの伊藤直子さんと絵画とインテリアということでね、お話をしました。永井画廊で使っている千住博さんのね、朝の川という作品を伊藤直子さんのコーディネートでね、お客様にうまく収めることができたということから、その絵画とインテリアということで話をしたんですけれども、改めてね、ちょっとその話の前、延長線の中でインテリアということ、そしてその装飾という意味ですね。絵画はですね、基本的に私、その装飾的な絵画って非常に私意味があるなと思ってるんですね。なんか装飾っていうとちょっと軽いイメージで捉えられがちなんですけれども、実はそのインテリアの考え方っていうのは、生活を装飾するとかね、ある意味でその人生を装飾するとかっていう非常に意味が実はあるんですね。で、なんか装飾という言葉、あるいはその装飾画という言葉だけ聞くと、なんかいわゆるインテリアアートって非常にちょっと軽いイメージに捉えられがちなんですけれども、かなり歴史的にですね、かなりの内容のある絵もですね、装飾性があって、それがその生活の環境の中で置かれてきたという歴史がありますよね。だ、実は日本でも例えば屏風とかですね、襖に絵を描くとかね、まさに装飾空間ですよね。生活の場にそういったものがありましたし、日本の宗達光琳などの琳派ですよね。日本のみならず今世界的にも琳派の絵画というのは非常に評価が高い芸術になってます。で、今の日本のいわゆるそのデザインの世界なんかでも、光琳などが残されたその装飾的な表現がそのまま、ある意味でアイコン的にね、今使われてるんで、それだけ一般的というか普遍的な絵画なんですね、装飾画というのがですね。で、振り返って、一応西洋で考えると、装飾画ということですぐ思い浮かぶのがモネの睡蓮の絵ですよね。で、実はモネ自身、自分は睡蓮はその装飾画だって言ってます。大装飾画、今パリのオランジュリー美術館を飾る睡蓮の部屋がありますけれども、あれまさに大装飾画なんですね。で、あるいはこの話をするとちょっと意外に思われるかもしれないんですが、ムンクという画家ね、叫びで知られてますけれども、ムンクは非常に何かその人生のその人間のネガティブなね、感情というか不安とか孤独とかね、悲しみとかっていうものを何か絵画で何か表現している、実際そうなんですけれども、実はムンク自身、自分の絵は装飾的だって言ってるんですね。で、有名な叫びという作品の、実は確かに背景などはですね、いわゆるアール・ヌーボーみたいな様式にはなってるんですけれども、かなり実はあそこに日本の影響もあると思います。ムンク自身も実は言ってますね。で、自分の絵の中にその装飾的な要素を取り入れることで、その人間の感情をなんか装飾的に表現するっていうようなこともおっしゃっていて、実はその装飾という言葉は非常にその絵画とのシンパシーがある。そして装飾の延長線上で、私はインテリアと絵画という考え方があるんじゃないかなと思いますね。で、前にその絵画の見方、絵画どういうふうに見たらいいかって話をの中でですね、話をしたことがあるんですけれども、どうもその一般的に、画廊でもそうですけど、来た人がね、私は絵画分かりませんっていう言い方をする人が結構いるんですが、その分かる分からないという次元ではなくてですね、そこから何を得るか、ある意味でその対話ができる絵がいいんじゃないかって私何度かしたことがあるんですが、人それぞれいろんな思いがありますよね。思いだけではなくて、その時の生活環境とかですね、あるいは人生におけるその時の状況とかね、人それぞれの状況がある中で、その絵画と向き合う中でそこから何を得るか、非常に自分が今、ネガティブな思いでいる時にちょっとポジティブな絵に出会うと、何かそこから救われるとかですね、あるいは また逆の場合もありますよね。非常にポジティブでいいんだけいいという時に、何かちょっとネガティブ的な絵を見た時に、
逆にハッと逆に気づかされる、あこのままでいいのかっていうね、でそういうものが実は絵の中、絵の対話の中で実はいろいろある。でそれが身近にある、身近なその生活環境の中に絵があることで、実はある意味でそれが装飾的に自分自身に何か訴えてくる力がある。そういう力のある絵がね、やはりいい絵というじゃないかなと私は思うんですね。ですから改めて伊藤さんとね、いろいろそういう話をした時に、その装飾性、インテリア絵画というの意味というのもですね、実はその空間の中で、そこに日常的に自分がその絵画と向き合うことで自分自身何か、得ることができる、気づかされる、自分自身このまま積んでいいのか否か、そうしたことも含んでですね、ある意味でそのインテリア的な絵画というのはですね、自分自身を触発する内容があるんじゃないかな。前回ね、伊藤さんが何点か今までのそのインテリアで絵画を収めた画像を 見ながらね、紹介をしていただきましたけれども、非常に私もあれを やることでですね、あなるほどなっていう気づかされることがありましたね。ですからこの絵画だけではなくて、そこに家具があり生活環境があるわけですよね。ですから絵画も決して特別なものということではなくて、その生活環境あるいはその自分の人生の中での1ページということで、そうした出会いにふとしたことで身近にあることでね、あなるほどって気づかされ気づきを与えてくれるものが絵画の意義ではないかな、そこに実はその絵画の装飾性の意義があるんじゃないかなと改めて思いましたね。ですからなかなか絵画が独立したもので見る限り、なかなかそういった発見ってないんですけれども、やっぱり空間の中に、環境の中にそうしたものがある意義というものをね、まあ、気づかされる対談になったと思います。逆に私もそれによって、あなるほどって発見もありましたし、うん、やっぱり生活環境あるいは人生の中での絵画の意義をね、気づかされるいい対談になったんじゃないかなと思いますね。ですから皆様もやっぱりその絵を、買いたいとかですね、持ちたいと思う時って何かね、自分自身にそういう思いがある時だと思うんですね。もちろんその経済的な金銭的な問題ももちろんあるんですけれども、それ以上にあこういうものに何か触れてみたいなって、触れることで何か自分自身なんか新たな発見をしたいなとかですね。で特になかなか日本でそこまで至らないんですけど、今その例えば欧米などでその現代アートが非常に流通するというのもですね、現代アートって今の我々から見るとかなり前を行っているところがあるので、すぐにはなかなか触発されない、これ何だろうと思うことが実は多いんですけれども、でも逆にそこに何かその新種の思いというかね、あそうか、自分が今自分が思っていることじゃなくて、もっと現代アートがやってることはなるほどと、そういう発見があるんだ、そこに向かって私も頑張るだって、ある意味で起業家などはですね、そうした現代アートに触発されることで自分の仕事にもプラスになるということで、現代アートを求めるということがあるって話を聞くんですけれども、実は絵画の意味、アートの意味というのはそういったところにつながるということですよね。実はそういったものが身近にあるということは、その生活環境を装飾する中で自分自身に発見を与えてくれる、これはもうずっと歴史的に美術の意味を考えて、アートの意味を考えたときにね、そういうものであるということを実感としてね、考えさせられることになったんじゃないかなと思いますね、はい。ですからお料理に私もですね、まあ、いろいろ展覧会をやりながら、画家との出会い、絵画との出会い、お客さんとの出会い、また伊藤さんのようなデザイナーとの出会い、いろんな出会いの中で私もその都度発見をするわけなんですけれども、展覧会をやり、そういった人との出会いによって、いい形でまた次へ進めたらいいなと思うことが多いですね。ということで今回はですね、インテリアと絵画と関係性の中でね、私自身気づいたこと、発見したこと、改めて絵画の本質というものをね、考えさせられるきっかけになったのかなと思いました、はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。